続きましては第5レースです。1号車稲川誠也、川口ハンデーゼロ、2号車河合さし、川口ハンデ30、3号車橋本雄一、浜松ハンデ40、4号車佐々木俊夫、川口ハンデ50、5号車根本雅人、飯塚ハンデ50、6号車小林瑞希、川口ハンデ60、7号車秋田隆弘、川口ハンデ60、8号車平田正隆、川口ハンデ70。以上の8選手による第5レースです。第5レースは稲川誠也デビュー戦です。まずは思想をご覧ください。第5レース稲川誠也デビュー戦となります。稲川選手も今緊張してるでしょうね。はい、小さい頃からレース場によく来ていたということで、憧れだった職業だということです。夢が叶う瞬間ですね。1着5番。この後第5レースの思想タイムです。1号車稲川誠也 3.54、2号車河合久志 3.46、 3号車橋本雄一 3.46、 4号車佐々木俊夫 3.45、 5号車根本雅人 3.40、 6号車小林瑞希 3.42、 7号車秋田隆弘 3.38、 8号車平田正隆 3.42。 繰り返しお伝えします。1号車 3.54、 2号車 3.46、 3号車 3.46、 4号車 3.45、 5号車 3.40、 6号車 3.42、 7号車 3.38、 8号車 3.42。 なお総ロンドは50度です。でした。第5レースは0から70のロングハンデ戦です。稲川選手のデビュー戦となります。70メートル最終ハンデ前からのスタートとなる稲川選手です。ここも後ろとの差は30メートルあります。それを生かして逃げ切りたいところです。以上、このレースサンデイッチでした。5レースの締め切り12時40分、発走予定12時43分です。道路状況を確認します。12時12分現在は天候晴れ、気温は33度、総ロンド50度到達しました。もちろん両走路風速が1メートルで湿度は 43% です。晴れの両走路、現在の総ロンド50度となりました。まあ、やはり上がってきました。気温も今日の予想最高気温に到達となっています。33度です。50度の熱走路での戦いとなる新人レーサーの稲川誠也選手です。
オープニングオッズ、今のところ2連単8番3番が10倍を切っています。思想一番時計は 3.38、 7号車秋田選手です。2番時計は5号車の根本選手の 3.40、 3番時計は 3.42 で6号車小林選手と8号車平田選手が出しています。さあ、それではこの時間はデビュー戦稲川誠也選手のインタビューです。東京都出身、稲川誠也、20歳です。小さい頃にですね、自分の父にこちらのオートレース場を連れて行かれましてですね、そこで見た景色がもう自分の中ではすごい憧れの存在で、でもなりたいなと思いまして、レース中ですね、一生懸命ずっと走って諦めず、お客さんに夢を与えられるような選手になりたいと思っております。で、少し、緊張してるんですけども、上がったりはしないので程よい緊張感を持っておりますので、明日力むことなく臨んでいこうと思っております。とりあえずデビュー戦は1着取りたいので、そうですね、いつも通りの走りを6周回回って1着ゴール決めたいと思っております。デビュー戦1着取りますので応援よろしくお願いいたします。はい、泉田選手の力強いメッセージを、ね、いただきましたけれども、いや、何かこういいキャラクターですよね、泉田選手。そうですね、20歳です。はい、若いですね、本当に、うん。今回も全体に若いんですけどね。そうなんですよね。ですから、その若い分こう、全体に言えることなんですけれども、それだけ伸びしろというか、若いですからね、うんうん、ですからこう長い目で、全選手を見ていきたいなというところありますよね。はい、先ほどね、泉田選手がデビューしましたが、今度は稲川誠也選手がデビューということで、こちらはどんな戦いを見せてくれるのか注目となりました。その、はい、稲川選手なんですけれども、ちょっと本人の中で課題としているのがスタートだそうですね。ちょっと、ちゃんと切れればという話はされていました。はい、タイミング等々の話でしょうかね。あとはその飛び出した後の、勢いとかね、ペースにどう乗せていくかというところでしょうね。師匠は佐藤雄二選手という稲川誠也選手です。はい、さあ、それでは確認しましょうかね。はい、各選手の成績です。2号車河合選手、6月30日からの伊勢崎4着、その後は5着3本です。開催最終日の3レースが思想 3.47 で競争タイムは 3.513。 3号車橋本選手、7月8日からの4日間開催、3着8着4着2着。開催の3日目、3レースは思想 3.42 で競争タイム 3.511。 4号車佐々木選手、7月4日からの川口、7着2本、その後6着と1着。最終日の3レース、思想は 3.41 で競争タイム 3.487。 5号車根本選手、6月30日からの4日間、4着1着6着1着。1着だった最終日よりも上がりタイム3日目の方がよく、5レース思想は 3.37 で競争タイムが 3.476。 6号車小林選手、 G1 の9パラ杯、7着8着5着6着3着。開催の4日目、4レースは思想 3.43、 競争タイム 3.502。7号車秋田選手、キューポラ杯、6着5着7着3着4着。最終日6レース、思想は 3.36 で競争タイム 3.460。 8号車平田選手、G1 のキューポラ杯、6着2本、その後2着4着、最終日はタラクとなっています。今日は落車明けの一戦です。その落車する前ではありますけれども、開催3日目が7レース、思想は 3.37、競争タイム 3.455 でした。各選手の成績をお伝えいたしました。現在人気は5番の根本選手から集まっているようです。さあ、このレース、板橋さんはどう見たんでしょうか。2号車が抜け出し逃げるが、5、7号車が捕まえる。
ということで572465車は注意ということです。現在人気になっている根本選手、板橋さんも上位評価となりました。秋田選手、思想1番時計2番手評価です。このソロンドでも追い上げてくるということですね。河合選手の残り目、さらには4番佐々木選手の速攻力、そして6番の小林瑞希選手が注意として上がっております。落車明けとなっている平田選手の番号はないですね。フレームも変えていますし、まあ、ケースクランクも変えたということなんですよね。はい、まあ、ちょっとね、落車明けですからそういった整備もしたということですが、この4-2というのは少し心配ですね。70戦ですからね、はい、ここで 4-2 走どう見るか、まあ、ただ、自力はもちろん上位ということですね。悩み橋となりました。参考になさってください。稲川誠也選手ですけれども、お父さんのね、会社の名前をこれ社名にしているそうで、そうですね、ディープスカイという名前なんですけど、馬ではないということは判明しました。そうですね、私もちょっと聞いてみたんですけど、はい、いや馬ではないですと、お父さんの会社の名前ということなんですけど、お父さんがね、オートレースを目指していたそうで、大のオートレース好きということでしたね。38歳の時にね受験されたそうなんですよ、お父さんが。そうなんですか、はい、何期だったんですかね。今が47歳ということなので9年前ということは、じゃあ30期じゃないですか、ね、ぐらいですか、うん、30期の時、はい、38歳ででも受験するっていうお父さんも相当やっぱり、ね、好きなんですね。本当ですね、30期のそのあたりで年齢の、ね、はい、制限もなかったような気もしますからね。そうですね、確かに、その息子さんがね、いよいよ晴れの舞台を迎えるということになりますけれどもね、はい、現在人気はご覧の通りとなっております。では第5レースしばらくお考えいただきましょう。選手が怪我のためにデビューが遅れているわけですけども、まあ、次のデビューとしては8月7日から飯塚開催があるんですけど、はい、6人デビュー予定ということで。そうなんですよね、はい、女子選手も3選手いますから、はい、これはちょっと飯塚も盛り上がりそうですよね、うん、ご注目ください。さあここは、稲川誠也選手のデビュー戦ということになります。まあ、川口としては今日2人目の新人レーサー登場となります。ただいまをもちまして5レースは締め切りとなりました。ご投票ありがとうございました。この時間はこちらのご案内です。ネット投票キャッシュバックキャンペーンのご案内です。ぜひ皆様、今シリーズもアイネット投票でたくさんのご投票をお願いいたします。3000以上の投票で自動エントリーとなります。3000以上で抽選で8名様に5000円が、そして5000以上の投票で1名様に1万円が毎日今開催中キャッシュバックとなります。たくさんのご投票お願いします。このアイネット投票会員でないという方もただいま会員募集しておりますので、詳しいことはオートレースのホームページでご確認お願いいたします。まあ、画面の右にモエマックスいますけれども、今回岸選手は参戦してますからね、はい、そのレースにもご期待ください。まあ、今日川口、初日ですけれども、伊勢崎もね、今日開幕ということで、そうなんです、ナイターとね、はい、ですからもう新人の伊藤選手、田崎選手はもう2節目になるわけですね、うん、そうなんです、おそらくロッカーで見てるはずですよ、はい、同期のデビュー戦をね、うん、はい、さあ稲川選手のデビュー戦まもなく発走です。その稲川選手へのメッセージ、6周回逃げられるよ、焦らず頑張ってくださいと有望さんからのメッセージでした。8号車の平田選手です。福岡から声援送ります。走れ虎之助へと、山ちゃんファミリー長女さんからいただきました。メッセージありがとうございます。さあ稲川選手のデビュー戦、もう間もなくとなります。0から70のロングハンデ戦です。まずはその稲川選手、ピットアウトしました。0から70のロングハンデ戦となる
稲川製薬デビュー戦の第5レース。ここからは実況でお楽しみください。走路上5レースを迎えました川口オートの新人レーサー2人目デビュー戦を迎えます稲川製薬デビュー戦0から70のロングハンデ戦で行われる戦いです。どんな心境でしょうか。一心不乱に走りたいという稲川製薬ゼロハンです。30メートル川井久志、40戦橋本雄一、50戦は佐々木敏夫と根本雅人、60戦は小林瑞希と秋田貴博、70戦が平田正隆です。社名ディープスカイ、お父さんの会社の名前とお姉さんの名前、それを英語にして合体させた名前がこのディープスカイという社名です。5レースの発走でございます。ブルーランプが消えました。スタートまでは3秒前。5レース稲川製薬デビュー戦スタートしました。さあ課題のスタートはどうでしょうか。1番の稲川製薬、2番の川井久志がぐぐっと車間を縮めております。序盤戦も乗り切りたいのは1番の稲川製薬、もう2番の川井が直後まで来ました。ペースをつかみたい1番の稲川製薬でありますが、2番の川井が宇宙かかっていく、ここをなんとかしのげるか1番の稲川製薬であります。お父さんが叶えることができなかった夢を息子が実現させる、そんなデビュー戦となっておりますが、2番の川井が捕まえていく、3番の橋本もたら、おーっと1番の稲川がガブって落車。デビュー戦の稲川聖也は落車となってしまいました。レーサーこれから2周目へと向かいます。3番の橋本が先頭いたしました。2番の川井2番手交代、3番手が4番の佐々木、その後ろ7番の秋田が続いています。8番の平田が中段の位置になりました。そして5番の根本、6番の小林と続いております。さあ前は混戦となって残りは3周回です。3番の橋本が先頭、4番の佐々木が2番手、アウトコースを開けていく7番の秋田のまくり、インコースから4番の佐々木が攻めていこうとしたが3番の橋本が抑え込んだ。4番佐々木バックを踏んで交代していくのか、その後ろから8番の平田も上がってきた。残りは2周回です。先頭3番の橋本、2番手アウトコースからまくって秋田、ここで秋田が先頭に立ちました。7番の秋田が先頭、3番の橋本を打ち粘っていますが、ここで秋田が完全に先頭に浮上しました。2番手交代、3番の橋本、3番手が4番佐々木、8番の平田がその後ブルーフラッグ、残りは1周回です。稲川製薬は序盤戦で落車となってしまいました。先頭は7番の秋田です。さあ2番手争いですが、8番の平田行こうとしましたがいけない。2番手争いは3番の橋本、4番の佐々木、接戦となっています。勝ったのは秋田貴博、2番手接戦でした。後続を突き放して7番の秋田が快勝、2番手は最後接戦でしたが、4番の佐々木、3番の橋本並んでの入線、わずかに佐々木が先着、743と入っています。稲川製薬のデビュー戦ですが落車となりました。心配されておりましたが、最後は自ら車に乗り込んだようにも見えましたが、稲川製薬選手のデビュー戦は落車ということになりました。今救護車に乗ってロッカーへと戻っていくところです。この後の6レースの試走開始までは今しばらくお待ちください。2コーナーの立ち上がりのところがぶっての落車となりました。デビュー戦の稲川製薬です。川口翔と新人レーサーは3選手、もう1人この後6レース黒川京介デビュー戦を控えています。その試走の時間が少々遅れております。もう間もなくかと思われます。2着4番
3着3番以上でございました。5レースの確定です。第5レースは1着7番秋田貴博、2着4番佐々木俊夫、3着3番橋本雄一でした。1着になりました秋田選手、競争タイムは 3.497。これで通算437勝目となりました。秋田選手おめでとうございます。払い戻し金です。2連勝短式7番4番2820円11番人気、2連勝複式は4と7の組1900円10番人気、3連勝短式7番4番3番17630円66番人気、3連勝複式は3と4と7の組で3600円15番人気でした。その他の結果はご覧の通りです。新人のデビュー戦ロングハンデ戦ですからね、ならではのやはり混戦のレースが結構多いんですけれども、デビュー戦となった稲川選手は、立ち上がり序盤戦ですね、がぶっての落車になりました。なんとか最後はね、自ら、車屋には乗っていましたけれども、大きな怪我なければいいですけれどもね、師匠の佐藤選手も言っていたのは、デビュー戦でちょっと張り切りすぎて空回りしないようにね、なんとか、走ってほしいということだったんですけども、デビュー戦は落車ということになりました。なんとか立て直して、体も、ね、無事であることを祈りたいです。怪我がないといいですけどね。そうですね、